ダンスパートナーは、日本の競争場、繁殖品場。1995年の優秀品場に、優勝するなどの活躍をした。半アニーに、青馬賞、ステイヤーズ・ステークス優勝場やダブリン、前弟に、キッカ商場ダンス・イン・ザ・ダーク、全妹に、大賀商場、ビクトリア・マイル優勝場ダンス・イン・ザ・ムード、前弟に種ボバの当選ダンスがいる。 バレエは2000年以前に使用された旧表記で統一する。ダンスパートナーはゲートが苦手なためにデビューは1995年1月の小倉競馬の新馬戦までずれ込んだが、出遅れながらも2馬審査で勝利した。その後、ダンスパートナーはこの出遅れ癖で後方からのレースを余儀なくされ、2戦目のオープン特別のエルフィンステークスで2着、チューリップショーでも2着になった。 阪神、淡路大震災のため、京都競馬場で行われた、大賀賞でも出遅れ癖は治らず、これが原因で、ダンスパートナーは、ワンダーパフュームの2着に敗れた。3番人気に支持されたオークスではこの出遅れ癖が、解消され、2着のユーキビバーチェに一馬身3、4の差をつけて優勝、GI 発制覇を遂げた。しかも、翌週の日本ダービーを優勝した田安強よりも、 早い勝ちタイムだったことで、高い評価を得た。オークス後、ダンスパートナーはフランスへ遠征し、ステップレースのノネット賞で2着、GI のベルメイユ賞で6着の成績を残した。帰国後、ダンスパートナーは、ンバ限定のエリザベス女王杯ではなく、喫花賞に挑戦した。喫花賞へのンバ出走は18年ぶり。 勝てば48年ぶりという歴史的挑戦で一番人気に支持されるも、結果は、マヤのトップガンの5着に敗れた。菊花賞後、阪神牝馬特別にも出走したが2着に敗れてしまい、結局この年、ダンスパートナーはオークスしか勝てなかった。しかしながら、このオークス優勝が評価され、JRA 賞最優秀4歳牝馬を受賞している。 1996年、初戦となった、アメリカジョッキークラブカップでは、竹豊が、スキーキャプテンを選んだため、このレースのみ、エビナ・正義が帰場して2着。その後、竹豊に安城が戻り、京都記念2着、大阪杯4着と、相変わらず赤杯が続いた。京阪杯で4位広文が、初めて帰場して優勝し、宝塚記念では、マヤノトップガンの3着と、 構想した。秋は、京都大賞店4着を経て、小馬に開放されリニューアルした、エリザベス女王杯に出走。このレースで一番人気に押された、ダンスパートナーは菱山ゾンらをり溶けて優勝、GI2 勝目を挙げた。エリザベス女王杯後、ジャパンカップ10着、有馬記念6着と勝てなかったものの、ダンスパートナーは、JRA 詳細優秀5歳以上品馬を、 受賞している。1997年、初戦となった、香港のクイーンエリザベス2世カップに出走するが8着に、敗れた。続く、ナルオ記念では、河千代とコンビを組んだが、3着に終わった。宝塚記念は引き続き、川内が騎場したが、前年に続き、マーベラスサンデーの3着に終わった。秋は、 京都大正天二着を経て、エリザベス上杯に出走して、連覇を目指したが、ゴール前の最後の直線で馬群に突っ込む不利を、こうむりながら、エリモシックとの競り合いに持ち込んだが、二着に競り負けて、連覇はならなかった。続く、有馬記念は、終始後方のまま全く走らずシルクジャスティスの14着に、敗れ、このレースを最後に現役を引退した。 現役時代は前述の通り、出遅れ癖や気象的な面から追い込みを主とした客室だったため、展開が向かないなどの石灰が多く、通算成績は25戦4勝にとどまっている。引退後は繁殖頻馬となった。サンデーサイレンス譲りの激しい気象のためか、なかなか活躍場が出なかったが、2012年の中山金杯でフェデラリストが優勝し、 産区発の重症制覇を果たした。2016年10月14日、低用炎のため、つなぎ大崎の八代大ファームで死亡した。ありがとうございます。